先にね、もう一つね、あのカフェがあるんです。あ、これじゃない？あ、これですね。もう一つおすすめが、このアールデコさん。これはね、シフォンケーキとか食べるの。よくない？これが豆腐屋さんのね、アシューカフェですね。すごくなんか雰囲気あるよ。味がある。 バキで。あ、はい。カフェアートデコ。 ギャラリーにしよう。 贅沢な空間を独り占めしております。シフォンケーキですとか、シュークリームございまして、ドリンクバーとセットでございます。こちらドリンクバー付きです。ドリンクバー付き。 組み合わせ完璧ですね。めっちゃうまそうじゃん。シフォンケーキセット。
欲張りセットだ。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。どうすかこの休んでる、もうね、満足度マックスです。やばいね。120点、うん、みんな大好き、みんな大好きいちごですね。今季節ですからね、旬です。かわいい、いいね。ここおすすめですね。ボンボンベリー。おー、大きいの食べていい？いや、もちろん。会えるでしょ。もちろんもちろん。食べたいの食べよう。ゆうくん、さっきお腹いっぱいつってたの。うん、そう。え、大丈夫大丈夫です。別腹だから。これぞ。全然大丈夫。別腹だから。別腹だから。これこの矢印。注文口。おお。いやこれ美味しそうだな。あ、いちごが丸ごと1個入ってるわけです。いや美味しそう。いいね。うまい、丸ごといちご。うん、美味しい。ショートケーキみたいな。へー、かわいい、いちご盛りだくさんだね。コーヒーの入れ物がかわいい。そう、コーヒーの。なんだこいつ、猫じゃん。すいません。いいイチゴをね、どっか買ってみたら。中に、うん、スポンジがぎっしり。サクサク。もう完全に切れた。結構切れる。あ、じゃあこっち切り離しちゃうね。もう。じゃあこの一部分いただきますね。崩れるわ。いただきます。これはうまい。マジで。うん、スタードがうまい。てかさ、スプーンさ、スコップなんだよ。ほんとだ、かわいい。スプーンがスコップなんだけど、かわいくない？冬の植木鉢みたいなスイーツ。あ、植木鉢なんだ。植木鉢にあるの。取って、あ、そういうコンセプト。はい、いただきます。こうスコップで入っている自分が。ちなみにめっちゃいるわ、いちご。めっちゃいる。あ、ボロボロだね。潰していくんだ。潰すんだ。あら、今自分で作れてるのって嬉しいな。下手いいの。下手が入ったまま。あ、それ気にしないから。気にしないの。気にしないし、マイルドなんで。あれうまそうだわ。まあ、これは勝ちだな。これうまそうだわ。ビッグインハンキー超えました。果肉がもうすごい。すごい、確かに。
あ、いいね、うまい。味の小説が多分自分でできるから、そう、美味しいかもしれない。こちらはどこでしょう。修善寺ですね。修善寺ですね。竹林とお寺ちょっと見ていきたいと思います。ですね。ザ・デイ。修善寺でも使われているという。天気いいよ、やっぱ映えるわ。修善寺、こちらですね。趣がありますね。すごいね。感じる、パワーを感じる。そう、うん、俺これ感じたことあるのね。日光東照宮以来。おお。もしかも出てるとこは龍じゃない。かっこいい。かっこいい。え、かっこよくない、こいつ。これね、温泉なの。え、そうなの。龍から出てるのもあったかいの。これは温泉で。これも温泉あったかいの。このこの手で。あったかい。せせせ。あ、いい感じ。これいくらぐらいするの。あ、高さがね。あ、そういうことね。すごいね。結構。あ、結構高いね。届かないもんね。そこ映ってない。807年感じるよ。デザインもそうだよね。この龍いるの。こっちは龍がいます。蛇もいるの。え？蛇もいるの。あれが足湯？綺麗だね。このアングル芸能人だよ。足湯がありますね。足湯？足湯の方が。だってさ、俺は毎日のように足湯入ってんじゃん。足湯ですね。足湯の方が。何なんだろう。あれも足湯？多くね、足湯。お、竹林の小道ですね。バンブービュー。バンブービューですね。ちなみに初はバンブー。わかりました。行きましょう。はい、竹林の小道です。あ、いいね。あそこでこう寝っ転がって上を見るっていうのが楽しみ方です。本物のバンブービーはこれ寝る。どんな景色が見えますか。青空と丸だね。丸い青空だね。じゃあチェックしていきましょう。よいしょ。うおー、すごい。京都をこの風に突っ立ってる。この確かに竹林の小道ですね。嵐山行かなくても、うん、水で楽しめる。関東の方々はバーです。マイクロツール、全然楽しめる。すごい素敵だと思う。夜もねライトアップで楽しめるんですね。修善寺で旅を終えたいと思います。チャンネル登録よろしく。